スホルタイは、ロシア原産のサイトハウンド犬種の一つである。別名は、イースタングレイハウンド、ロシアではホルターやもしくは、ホルトとも呼ばれる。いつ頃作出されたかは不詳だが、クリムスカヤとゴルスカヤという犬種を掛け合わせて作出された。主に伝統的な高漁に使われている。馬に乗った主人が手に高を止まらせ、2頭のスホルタイを伴って狩りを行った。 1829年にイギリスのロンドン動物園に送られ、ロシアングレーハウンドとして展示紹介され、初めてロシア以外でも存在を知られるようになったが、世界的な注目を集めるまでには至らなかった。世界的には非常にマイナーな犬種ではあるが、ロシアでは伝統的な高漁を行うにあたって必要不可欠な犬種であり、文化を保存し構成に伝えていくために手厚い保護が、 行われている。しかし、近年は、高漁の衰退によりスホルタイの用途も減少し、希少化が進んでいる。ロシア以外では飼育されておらず、今日も高漁に用いられている。一部の犬は、通常のサイトハントにも用いられているが、ペットとして飼育される場合も、稀にある。サイトハウンド特有のマズル、首、足、胴尾が長く、スリムで、引き締まった体つきを持つ。 背は、ウィペットのように流線型を描いている。耳は、ローズ耳、オアサーベル型のタレオで、耳と尾に飾り毛はない。コートは、スムースコートで、毛色はホワイトをベースとして、夕食のブチが入ったものなど、対抗75センチメートル前後の大型犬サイズで、性格は知的で、温厚、主人家族によく懐く、状況判断力が高く、頭の回転が早い。 身体能力が非常に優れ、走力や視力が高い。膨大なスタミナを持ち、運動量は非常に多い。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役性分動振興者、2007年、スホルダイドットコム。ありがとうございます。